今度、ポストメインストリームアーツパフォーミングアーツフェスティバルで、発表する席をしても一人は、初演は2004年なんですけども、それをリメイクしまして今回新作という形で、やりたいと思います。この作品は、吸って吐いて吸って吐いて、呼吸をする中に、時々こう俳句であるとか、俳句の部分というのがそう挿入をされてて、それがこう後ろのこう字幕になって、その字幕、映像とその、私自身が、一緒にこう言葉とこう身体がこう同時進行する作品です。尾崎放哉、もともと知ってたんですけども、2004年に演劇の作品を作るという話をいただいて、それでいろんな演劇の戯曲だとかこう当たったんですけども、なんかその時にこうちょっとこうどうしたらいいのかっていうふうなこうパニックみたいになりまして、でそんな時に尾崎放哉パッとこう思いついて、世界一短い、ポエム、説教しても一人みたいなことを思い出して、もうじゃあ一番短いそういうこうテキストで、作ってしまえっていうふうなことを思いつきました。それで、実際やってみるとすごく面白くてですね、尾崎放哉っていう人はすごく孤独でこう人生をこう過ごして、それで、自分の体を見つめたりする俳句が多くてですね、ですごくそのダンスに、使いやすくて、で今回そのダンス作品っていうよりかはその、吸って吐いての中にこう言葉があって、吸ってさんと吐いてさんがこう会話をしているような作品で、演劇の作品企画の中で作った作品なんで、まあ自分の中ではこの演劇のようにも思いますし、もちろんもともとダンスをやってたもんですから、ダンス作品でもありますし、その呼吸を使って、作品を作るっていうことで、それをそう、今度何人かのダンサーでこう編集を呼吸通り合わせながら、吸って吐いて吸って吐いて、こう言うなればこう、ダンスのこうデジタル化みたいな感じでですね、それをこう切ったり貼り付けたりとかしてこう編集ができるっていうふうな可能性があったりだとか、まあ、そこまで今回できないんですけども、まあ、なんかそういうその、手法はシンプル、見せ方はシンプルなんですけども、あとはその書いてある字幕をそのまま体でやるだけで、見え方はすごく単純なんですけども、まあ、見ながらそれをこういろんな方向にこう想像できるような作品にしたいと思います。で、音楽なんかも、初演の時からもう一回こう見つめ直して、ジャズと俳句なんていう、こう評論なんかもよく、ありますし、なんかこう呼吸ということに、着目をして、そこからこういろんな方向に広がっていければいいかなと思っています。